はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、 FF12 発売までにミーサが2周目クリアするのを目標にやってきたんですけども、多分ねこの動画がアップされてる頃には FF12 発売してますね。サクサク行こう、サクサク2周目だしね。ということで今回やっていくのは、犯罪です。クリスタルレイクに忍び込んでローザリアのお宝を盗もうと思います。本来はねナイトハルト殿下に取ってきてくれっていう頼まれてからねやるクエストなんですけども、まあちょっと今回はナイトハルトに会う予定がないので、あここか、ここ、あここでもいいな。よし、アクアマリンいただいていきましょう。そしてここはめっちゃ綺麗、来るんですよね。ゴーストシップ、さあ閉まって閉まって閉まって、うわこれ怖いよな、真後ろにこんないたら。やっていきましょう、ゴーストシップ戦。さあこいつは確か状態異常が、ゴミくずだったはずなので、峰打ちを入れて、あとは基本技ひらめかせてもらいましょう。触手大丈夫、大丈夫と言えるほど余裕ではなさそうな気がしてきた。結構食らうな、カスミンじゃん、でかいでかい、よしよし。ライアライいいね、簡易道場的なひらめきに使えるボスとしては。うわー意外と意外と、ちょっと待って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 、こんな強かったっけ、ちょっと待った、数々の難敵を退けてきた我々がこんなとこで苦戦するわけにはいかない。何々、峰打ち効かない、じゃあ骨砕きにしようか。ホーク回復して、しまずいな、ガラハドさんもちょっと回復入れとくか。何々、ちょっと連携やめて、触手、お姉ちゃんが死にますよね、 LP に持ってかれて、十字切りいい、ひらめてる、大丈夫だ、全体攻撃ないだろ多分、あったっけ、なぎ払いは全体っぽいな、しかも何それ、バギクロス的な、やめてください、本当に、うわーガラハド、しまった死ぬ、お姉ちゃんも死ぬ、まずいな、おーし、ナイスリフレット、マジでグレーにかかってる、しびれさせてくれ、耐性ゴミだったはずなんだって本当にこいつは。嘘だろ、そんなバカな、嘘、いやいやそんなはずないでしょう、絶対こんなはずがない。ネイルストローム、あやばそう、やばそう、初手メイルストローム全滅とかあんの、いやーさすがディスティニーストーンの守護神だけはあるわ。オッケー、そうだよね、よかったー、わあ、三聖章。すごい。かなり上位技ひらめてる。待て、サクサク動画はどうした、これね麻痺になる確率が相当低いみたいで、どうしても溶けてしまうターンが出るんで、速攻でもう倒すしかない、ひらめいてるとかね言ってる場合じゃない。強い技打ってくわ、お姉ちゃんは死ぬっぽい、
そうだよね、グレーに棒が出てるからな。うまいこと連携してほしいが出ない。しまったな、フォーク全員でもよかったな。ドラならしガーン、そ投げ入り全体か、やべえなこれ。あ、前衛のみですか、体力効果でかい。そして連携生きてる。817、いいよいいよいいよ。しかしまひらない、まさかのまひる前に終わるなんてことはないよな。クソパト様死んだか。弾き打ち、微妙な技ひらめたな。とにかく命中率が足りてない気がする。ケータスがな、足りてないんだよな絶対。へぇ、いやでもメールストリームが来なければ全滅はないんで、それまでになんとかグレーが。よし、ここは攻める。とにかくこの間にダメージを稼がないと。ハードヒット、グレーはもう麻痺連打で上書きしてもらって。二段突き、そろそろ落ちないかな。2だ、まだかな。いや今回はかなり強い技打ってるから相当削ってるとは思うんだけど、まあその分ひらめいてないんだけどね。武器を投げていく戻ってこないだろあれ。で回復して、回復して、フォークとパト様で回復して、それ以外で攻めて、グレイは麻痺。お、いい連携、ジャベ打ち347。よし、わーじ入ったね。螺旋が全部当たっていく。そろ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 落ちてくれ。いや、なんでだなんでだ、こんな敵に、こんな敵じゃなかったわけか。相当激戦を振り広げてしまっている。脳削り、これでまさかのメールストリーム体制みたいなことが。車打ち、このイカちゃんはマジで地球侵略できるレベルに強い。当たらないか、合わせ打ち、ハト様がひらめいていく位置まだ麻痺が残っている。今のうちに、今のうちに片付けたいわけだが、来た、いやうわー手こずった。全然ひらめかなかったけどまあ仕方ないな、ひらめきはもうちょっと余裕が出てきてからだな。いや予定ではさ、こいつでさ、たくさんひらめいてみたいなことを考えていたわけだが、全然そんな余裕なかった。そしてこれですね完全なる盗み、これね一応犯罪なんですよ。一応っていうか完全なる犯罪なわけですよ。アクアマリンをゲット、299ジュエル。じゃあ水っぽいホークさんにつけようか。アクアマリン秘術無効で全能力アップの頭装備ですねさあ逃げるぞ持ち逃げだ。やっぱり癒しの水を低コストで打てるのは相当でかいので、ここは水術を全員レベル3にしましょう。よし、これで全員レベル3になりましたね。いやーこれで回復安定するでしょう。いたいたいた。いや義勇軍にねまだ芯が出てなかったんで、これ進めていきましょうか。ミイラ商人、お前はよくミイラと一緒に旅ができるな。気持ち悪くはないのか。私だって気持ち悪いですよ。さ、彼に話しかけてからメルビル行きの船に乗ると、まあね、イベントが発生しまして悲鳴が起きて、まあそうなりますね。大丈夫か。しかしミイラが、ミイラが生き返った。ジオス、まさかのミイラ復活。まずいな、他の乗客もやられるぞ。このイベントはね、乗客を助けた数によって、ボスの強さが変わるんですよね。獅子王の、具体的には獅子王の取り巻きの数が変わるんですよね。で一応前回、船内に吸血ミイラがいる、落ち着いて逃げる。1周目で助けるパターンと助けないパターン両方やってますので、今回はまあ助けるパターンで、しかも、全滅パターンと
討伐パターンの両方、それも1周目でやってますので2周目は討伐パターンのみでいこうかなと思います。よし、全員救出して獅子王戦やっていきましょうか。さあ、初戦は、こいつですね、ゾンビだけですね。アニメーテッドか、これね、助ける数が少ないとすごいいっぱい出てくるんですよね。まあ1体であれば余裕でしょう。オッケー、これでは体がなまってしようがないなマジかっこいい、パトー様セリフマジかっこいいんだよな。でこっから連戦ですね。でここも今回、乗客全員助けてますのでボスのみと。多分ねこいつも全体攻撃してくるはずなんですけど、そんなに強くなかったと思うので多分大丈夫。2周目でただ強化されてたらどうか。ただこっちはね今結構強い技ひらめいてますから、 BP さえあれば相当強い。十字切り OK。 あ、フシに効くんじゃない。いいじゃん、せっかくひらめいた十字切りどんどん使っていくか。そしてエナボール打って、どうしようかな、脳削りとかでインと下げとく。まあワンチャン、ワンチャンね、全体攻撃確か魔法だった気がするんで対策しておきましょうか。衝突剣ガラハド、あ、これ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 全体耐えるよね。あ、オッケー。あー、でも STR 下がんのか、痛いな。ガラハドがね本当は今中央にいるんでね、ディフェンダーよりまあハープーンの方がいいんですけども、まあこっちね結構まだ技ひらめいてないんでね、長剣ひらめきたいかなと思いながら使ってますね。さあ獅子王は多分問題ないでしょう。あー痛い、でも死んだか。獅子王にはね負けてもあのゲームオーバーにならないで変な島に飛ばされるんですよね。多分あの島はこのタイミングでしか行けない島、かなりレアなのかもしれないですけど、まあ特に何かあるわけではなくて妖精の森に繋がってるんでしたっけ。よし倒しましたね。で、まあ、勝つとこの獅子王がもらえるわけですねデッドストーン。クローディア亜種が死んでしまっているな。大変な目に遭ったな。そうこいつこいつ。さてこのミイラどうするこれ連れて歩くのもどうかと思うけど、ミイラ役にできるんですよね。 LP 回復するんで相当でかい。ちょっと待ってやべえ発見しちゃった、ガングロさんいるじゃん。やべ、逃げよう逃げよう。お、シーンが出てるじゃん。スタン、ショック、スネアの秘密。じゃあ恒例のシェリルにあって、バルハルモンスターですかね、その2セットやっていきましょう。お、いたいたいた。シェリル、またあなたなの。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。バルハル族のまじない師のこと、その年は獲物が多いと予想したのに全くの不良。村では飢え死にする者も出て、まじない師は責任を取らされたの。シェリルってさ何歳なんだろう。なんかあれだよね、不老不死の呪いとかかけられてそうな気がする。光の腕、一筋の光がごとく敵へ向かって伸びる、月を繰り出す、素早く行動できる光の腕。 PP12 か、すげえ上位技だけどあんまり強くなかった気がする。光ってるのは頭だけじゃないとでさあバルハルモンスターさ、こいつらいるんよ、忘れてた、めっちゃ強い。よし、いや相当たくさんひらめいたんじゃない。ゴーストシップで全然ひらめかなかった分、こっちで
かなりいい技がひらめけた気がする。エレメンタルコア、なんだこれ。武器防具の補強材料として使えそうな金属成分を含んだ石。あ、前回手に入れられなかったから、もしかしてワンチャンレアアイテムって可能性が。よしと、241ジュエル。いや、これはね、ジュエルも美味しいけど、ひらめきも美味しいってことが分かりましたね。いや、めっちゃ強いボスが出ますからね。よし、じゃあね、進行度もかなり進んできて、まあ、いろんなイベントができるようになったんで、何からやろうかなって考えてて、あれですね、ジャンをやろうかと。そう、これこれこれ。至急連絡を請うネビルということで、確かね、ジャンがね、捕まっちゃってるんですよね。あー、そうか、ジャンが仲間になることを考えると、ちょっと一人外すか。元気かね、ローバーン公コルネリオ殿を知っているか。こいつもなんか悪者に見えるんだよな。皇帝陛下の妹マチルダ様の婿だ。あの方には皇位継承に絡んでよからぬ噂が多いのだ。まあ見た目があれだからな。他の貴族も同様だが、ローバーン公の身辺は特に念入りに探らせている。うん、その方がいいぞ。よし、じゃあね、ジャンを助けていきましょうか。いや、ローバーン公ですよ、ローバーン公。ローバーンの町外れにモニカという女が住んでいる。そうだ、暗号があるんだった。というわけで、ネビルの依頼ですね。ローバーンがやっぱり怪しいということで身辺調査してると、なかなかボロを出さないということなんですが、いや、どう考えてもさ、あの見た目からもうボロしか出てない気がするんだけど。まあいいか。そしてさ、奥さん美人なんだよな。マジずるいわ。さ、モニカちゃんにね、会っていきましょうか。そう、そしてね、モニカちゃんにはこれをやらなかったらいけないですよね。あなたはなんていうの、壁に耳ありですね。面白い人ね。そして、次は正解して、誰に言われてきた、パトリックですかね。私、嘘つきって大嫌いなの。そういう人にはこれよ。冗談よ。でも2度目は許さないわ。まさか全滅みたいなね。で、本当にこれ2度目やると全滅するんですよね。今度は脅しじゃなくて、グレーたちがどんなに強くても全滅するっていう、誰に、ゲーム内最強との噂もな高い、モニカちゃんですね。というわけで、ジャンを助けに行きましょうか。どうしてもお帰りいただけないのですか。そうですか。というわけで、ガキの使いじゃねえんだぜと選択すると、ローバンガードとの戦いですね。油断してはダメよ。アルベルトだとなんか最初にこの牢屋捕まりましたよね。まあ、アルベルトじゃなくて今回はジャンが。この壁は動くぞ。ジャン、そこにいるのか。来るな、我らだ。ということで、地下に落とされて。愛されキャラだよな、ジャンって絶対。残念なんだよな。なんかイケメンなんだけど残念なんだよな。どうもすみません。私を餌にしてローバン公の身辺を探る組織を一気に壊滅させる狙いなんです。まんまと引っかかってしまったわけだ。私のせいです。連中、この洞窟は脱出不能だと言ってました。やっぱ声のせいなのかな。いや、残念感が、残念感って言おうでしょ。残念感があるんだよな。まあ、ということで、サクッとね、クリアしていきましょうか。一人開けてきたおかげで、ジャンが仲間になりましたね。
いや待てよ、これボス戦でさ、その後あれか、離脱するんだっけ。脱がしとくか。これでいいや。襲われると。これがボス戦ですかね。なんか、ニョロニョロした水流的な敵だった気がする。敵を相手にして出る力が本当の実力だ。かっこいい、パト様かっこいい。ランドサーペント3体ですね。もう頭が見えないくらいでかい。さあ、行きますよ。さあ、行きますよ。しかし、できることはパンチしかない。スレース、大丈夫だね。よし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 。じゃあ、ここは。よし、サクッとね、倒していきましょう。いやさ、ここ1周目も行ったけどさ、勝ったんだけどさ、負けイベントっぽいよね。倒れてそのまま飲み込まれるという。やっと出られましたね。ただ正攻法でこれで出てるということらしい。メルビル隊長に報告しますが、皆さんは帝国を離れて少しほとぼりを冷ました方がいいと思います。待て、何のためにローバン校を探っていたんだ。ローバン校の奥方は皇帝陛下の妹マチルダ様です。陛下にはお子様がいらっしゃらないので、陛下にもしものことがあればマチルダ様が。そう、クローディアなんですよね。クローディア関係のイベントもそろそろ多分発生している頃じゃないですかね。クローディアの出生の秘密とかね。でね、ジャンの命が結構高くてね、確か5000金くらいもらえた気がする。そうだよね。これびっくりするんだよな。ジャンごときを助けて5000金、うまいじゃないか。うわー、もう芯が出てる。やべえ、いい返事だね。いきなり進むようになったな。何が追加された。ショップレベルの秘密。あれ、これはもしかしてそろそろ皇帝の奇病に備えておいた方がいい頃になってしまったのではないか。とりあえず戦闘がないイベントだけは進めよう。君の悪い蝶がいて困っています。追い払ってください。君の悪い蝶がいて困っています。追い払ってください。妙な依頼だな。お前、俺のクソボイスの後にイケボで同じセリフを言うなよ。差が目立つだろう。というわけで民家に来ましたね。一周目多分このイベントやってないんじゃないかな。坂の貼り紙を見たんだが。いらっしゃい。蝶のことで妻が神経質になっててね。俺は全然気にならないんだが、彼女の気が済むようにしてあげたいんだ。いいやつだな。話を聞かせてくれ。私、小さい頃ここに住んでたの。この家に。この十数年ずっとブルーエーレンに住んでいたんだけど、結婚を機にメルビルに戻ってきたの。そしたら新居が偶然昔の家だったの。私は気に入らないんだけど、我慢するしかないわ。引っ越すお金もないし。でも毎月月の夜に蝶がやってきて窓を叩くの。これだけは我慢できないの。気持ち悪くて。お願い、何とかして。月夜に蝶か。何かありそうだな。蝶が窓を叩く。昔住んでいた家ならば普通は懐かしいものではないのか。なぜ気に入らない。そうだよね。嫌なことを思い出すの。ここには両親と住んでたわ。とっても仲が良かった。でもお母さんが重い病気になるとあいつは出て行った。お母さんは死んで、私はブルーエーレンの親戚に引き取られた。どうして。悪いことを聞いたな。あなたが謝る必要はないわ。できるだけ思い出さないようにしてるの。悔しいから。親父がどこへ行ったか。あいつの話なんかしないで。なんかメルビルのクエストってさ、なんかちょっと重いよね。恨まれてる道具屋の親父さんが何者かに呪い殺されたりとかさ。何、昼ドラみたいな展開が続くわけだが。これだけは。というわけで迷いの蝶ですね。君の悪い蝶がいて困っています。追い払ってください。月の晩に蝶がやってきて気持ちが悪いので何とかしてほしい。病気の母とそれと同じくして突然出て行った父に関係が。お父さん、お父さん誰だ。
いや、視聴者からしたらさ、おい、夜になってるし、あ、月夜、あいつだろうみたいにさ、もうみんな分かってんのかな。分かってないのはもしかして俺だけか。おお、これ怪しい。どこかに飛んでいって。まあ追いかけるよね。罠だとしても、あ、迷いの森なんだ。え、お父さんがオール？オール女性だよね、多分ね、あれね。え、ちょっと待って、モンスターいない？迷いの森モンスター出んのかよ。なんだなんだ。あ、蝶がいる、蝶がいる。捕まえろってことだよね、多分ね。行こう行こう行こう。追いついて、危ない。追っていくと、消えた。え、どういうこと？ああ、待って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 。あ、また、蝶がいる。やっぱり一番奥に連れてかれるんだよね。なんだここは、じゃがいもが落ちてるけど。え、消えて？クイックセーブしよう。これまさか戦闘ある系かもしれないなぁ。あ、違う、これ骸骨だ。うわ、ムクロのペンダント。夜行草だな。あ、夜行草もゲットした。ああ、蝶は男の亡骸と夜行草の傍らで消えた。メルビルの依頼主にペンダントと夜行草を見せよう。これに見覚えは？これはお父さんの。お父さんの？これを一体どこで？それは夜行草？夜行草があればお母さんの病気が治るかもしれないって。そういうことなんだ。そうか。あんたの親父は薬草を探して迷いの森をさまよい、なんとか夜行草を見つけ出したんだが、そこで力尽きてしまったんだ。連れて行って、私をそこへ連れて行って。お願いします、一緒に連れて行ってください。夜行草のある場所を教えるために月の夜になるとあの家を訪れていたんだ。ごめんなさいお父さん、私ずっと。お父さん、お母さん。いやー、そうか。いいイベントでしたね。というわけで、迷いの蝶、父親に対するわだかまりも消え、事件は解決したということで、いやー、このイベント本当に見れてよかったですね。2週目やってよかったかなと本当に思いました。ということで、今回はね、この辺りで終わりにしたいと思います。皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。